高級王妃政子内親王は日本の皇族。武田宮高級王の妃。明治天皇の第六王女。母は縁起。小白爵霊嬢、炎章子。大正天皇はイボアニ。昭和天皇はオイ。上皇はオオイ。近城天皇は総鉄村にあたる。また作家で憲法学者の武田久死体のひいばばである。1888年誕生。 明治天皇の子女は皇太子を除き溶接しているため、事実上の長女にあたる。すぐ下の妹、ふ子内親王ともに、高輪御殿で養育される。幼少時のご養育係は、佐々木孝之、国文学者、万馬沙海、家族女学校教授、定室議芸員の野口昌品、家族女学校学館の下田歌子らが任命された。特に佐々木夫妻をしい、後まで、時事、 ババと呼んだ。1904年、日露戦争の折には、姉妹で、前戦没者の氏命、没地等を直筆で書いた名簿を、五点の一室で祀っていた。その後、この直筆の名簿は、靖国神社に奉納されている。1908年、六歳年上の武田宮、高級王と結婚。結婚に際し、東京、高輪に邸宅が建設されたが、設計者は、 赤坂離宮を手掛けたことで知られる方三具熊で、後に西部グループに売却され、高輪プリンスホテルの洋館となり、結婚式などで利用されることとなる。常吉王、霊子女王を設けたが、1919年、高級王に、スペイン風で先立たれる。三宅を継いだ、常吉王がまだ幼少だったため、政子大妃は、常吉王を支えるとともに、 婦人協立育児会総裁、東京寺計会総裁として、社会事業に取り組んだ。特に、満州事変に際し、傷病将兵を身分を明かさずに見舞うなどの、心遣いを見せた。2010年、根津美術館に、武田恒正氏により、ひな人形とひな道具その他合わせて92点が、寄贈された。そのうちひな人形とひな道具は、政子内親王がご成婚の際、持参した。 夕食ひな一体と1912年、明治天皇と昭憲皇太后より、お年玉として贈られたひな道具64点からなる。ひな人形は、江戸時代以来の夕食古実を踏まえた格調高いもの、また菊門から草巻へのひな道具は、当時漆器を扱っていた木屋本店で調整されたものであり、品格高い塗りとミニチュア道具として、 非常に成功な作りは、江戸時代当時、家よりも高い雛道具と言われた、江戸の雛道具の流れを組むものであった。雅子内進路と房子内親王。雅子内親王は、海軍の女性用の軍服を着ている。ありがとうございます。